長井長吉、長井長吉、長井長吉、1845年7月24日、高下2年6月20日、1929年、昭和4年2月10日は、日本の薬学者、郷、牧道、エフェドリンの発見者、日本薬学会所大会堂で、日本の近代薬学の会所である、阿波国名東軍常三島村長方邸出身、 現在の徳島県徳島市中常根三島町に丁名。明治時代における日本薬学の進展に寄与した漢方薬の研究と成分抽出は特筆すべき業績である。魔王族、魔王からのエフェドリン抽出に成功し、後に大量合成が可能であることを証明した。これは多くの全息患者の苦痛を取り除くことになった。エフェドリンは現在でも 誘導体デシリットル塩酸メチルエフェドリンという成分名で気管支拡張剤として市販の官房薬、風邪薬にも配合されている。日本薬学会の初代回答に推挙され就任し、中心、心血を注いだ。また、東京帝国大学、現東京大学医学部薬学科教授、大日本製薬合誌会社、半官半民、後の大日本製薬株式会社、 現在の大日本住友製薬株式会社、技師長を務めるなど、日本の薬学、科学の先駆者の一人である。日本薬局型の整備にも尽力し、それまで質が悪いと敬遠されてきた日本製薬品の大幅な品質向上に寄与した。さらに、日本各地の薬剤師に直接指導も行った。医薬分業と薬船、薬学専門学校の管理化にも大きく貢献した。 日本薬学の父たるゆえんである。自身の研究だけでなく、テレーゼプ人と共に、女子教育にも力を入れた。日本女子大学や双葉会、双葉学園への設立協力と、科学教育の推進など、女子教育の向上にも貢献した。日独協会の理事長、教学研さんは普通協会の委員を務めるなど、明治時代における、日本社会の国際化に大きく貢献した。 また、第一次世界大戦後のハイパーインフレーションにより、危機に陥った土薬業界の救済のために、義援金を募り、200マルク、当時を送った。1845年7月24日、阿波国名東軍津三島村に、長井臨床と立つ子の長子として生まれた。署名、直安、陽明町吉。長井家は代々、 阿波徳島藩の初代藩主からの転移として信頼が厚く、父の長い臨床は第十二代藩主、八塚成章に仕えた本創学者だった。妻、達子が二十五歳で創生したため、臨床は医師としての自責の念から、ますます医薬に没頭した。このような事情から、臨床は長吉を医師とするべく、小さい頃からあらゆる知識を教え込んだ。漢学塾と、 蘭学塾にも通わせている。第十三代藩主、八塚仁志博の故障として、父と一緒に登場する、道すがら、臨床は、薬草となる草木を見つけ出して、長吉に貝などを教えていた。1866年、慶応2年11月、徳島藩主、蔡博士は、22歳の長井に、長崎留学を命じた。鎖国の中、外国の知識を本格的に学ぶには、 長崎に留学するほかなかった。また、海外に留学するにも、まずは、長崎に留学するという風潮となっていた。生徒区間に入学し、西洋医学をマンスフェルト、C、G、ファンマンスフェルトから、科学をボードウィン、アントニアス・フランシスクス・バウズインから学んだ。医学を漢方で学んできた、長井だが、下宿先が、後に、 日本写真界の回祖となる上野彦コマタクであったことも大きく影響し科学に惹かれるようになった。本来は原玉、クーンロットオルター・グロトーマの下で学ぶ予定だったがちょうど原玉ガイドに移っていたため上野宅で科学実験を勉強することとなったのだがこのことは後にドイツで非常に役に立つこととなる。写真は当時最先端の技術であり上野タには 名士が集まっていた。ここで、長井は、坂本龍馬、大久保利道、伊藤博文の熱弁に触れている。1871年、明治4年、日本政府は、第一回国費留学生として、各分野から11名を、アメリカヨーロッパへ留学させた。長井は、その一人に選ばれた。先行分野により、留学先は異なり、 陸軍はフランスに、海軍はイギリスにという具合に、留学先国は決まっていた。長井は医学を目指していたため、ドイツへ当時プロイセン王国の留学となった。ただし、長井は一旦実家に戻っていたため、所定の出発線に遅れてしまった。このため一同とは違うルート、アメリカ経由で出発し、イギリスで先発と合流した。この時のことは、 長いの日記に国名に書かれている。その後、ドイツのベルリンに渡り、青木修造中毒代理講師に下宿先を修正された。その翌年より、ベルリン大学に入学した。最初の講義は、ヘルムホルツ、ヘルマンルードビッヒ・ファーディナンド・フォン、ヘルムホルツの植物学であったが、幼少の頃より、父から植物について教え込まれていたジョーにとって、 和名がすぐ思い浮かび分かりやすい授業となり、内容的にもその後の研究に大きな影響を与えることとなった。リービッヒ、ジャスタス・フォン、レイリッヒの教え子であるビルヘルム・ホフマ、オーガスト、ビルヘルム・フォン・ホフマンの科学の授業もあった。この二つの授業が、その後の長いの方向性を決定づけることとなった。ホフマンに指示して、科学、薬学を学び、 科学実験などに没頭していく。しかし、医学を学ぶという名目で、国費留学していることと、父を継ぐ事情があるため、科学探求への決心が鈍った。青木などに相談したところ、医師も薬も病気を治すものと黙認された。ホフマンと助手のミリウスは、教室でただ一人の日本人である長井を温かく指導した。教室の先輩である、 チーマンと共同研究者となった、定時湯からオイゲノールを抽出し、さらに誘導体を作る実験を行い、バニラ豆からオイゲノールを経由して、バニリン、バニリンを分離することに成功。その他、バニリン酸、ケイヒ酸、プロトカテク酸の誘導体などをミリウス、チーマンと連名で発表していった。ホフマンの教授助手に選ばれた後、功績を認められ、 ベルリン大学より、ドクトルデア・フィロソフィードードア・デア・フィリソフィー学位、PhD に、相当を授与された。ドイツ留学中、ホフマンは長井を、ベルリン大学に留めておきたいと考え、ドイツ人女性との婚姻を進めた。長井には伏せて、下宿先のラーガ・シュトレームプジンに仲介を依頼した。こういった講師合わせた周囲の尽力があり、ギーセン大学でのリービヒーー式の フランクフルトでテレーゼ・シューマッハと出会った。後の長井テレーゼである、工術。バニリンの分離の後、大日本帝国政府は長井に帰国を要請した。日本の薬学を進展させ、大規模な製薬会社を作るためである。大日本帝国へ帰国した長井には大きな期待がかけられていた。翌1885年、明治18年に、 魔王からエフェドリンを発見。その後、これが大量に合成可能であることを証明した。これは、気管支全息患者にとって、呼吸困難から救われる福音となった。実家に結婚についての話をした後、1887年、ドイツに戻り、テレーゼの故郷、アンダーナッハで盛大な結婚式を挙げた。実家から式場まで長い絨毯が敷かれたという。 東京薬学会、1878年発足、現日本薬学会の1885年の例会で、長井長吉は演説を行い、次のように締めくくった。この演説は、若い薬学者に希望を与えるとともに、当時の日本の薬学についての状況と、長井自身の立場と役割を明確に述べている。この後、1887年に、 東京薬学会の初代回答に就任した。1893年には、このエフェドリンからメタンフェタミンの単理に成功し、覚醒剤のもとを生み出す。長井は、テレーゼと共に、女子教育にも力を入れた。ドイツ留学時代に、ベルリン大学などで、女子学生や助手などを目の当たりにした実感が、日本においても、女子教育が必須であるというシーンに結びついたものである。 日本女子大学校創立の6年後、藤田伝三郎の出資により、公設科学館が創設されたが、長井はここに、当時最新のドイツ式実験設備を備えた。ここから、丹下梅、日本初の女性の学博士、鈴木秀樹、日本初の女性薬学博士らが第一号生として、輩出。丹下は、東北帝国大学、現、東北大学に、合格。 女性で日本初の帝国大学入学者となった。東北大学にはその胸の碑文が立てられた。教え子には、黒田地下、日本初の女性科学者、お茶の水女子大学教授らもいる。同じ頃に、双葉会と双葉学園の創立にも尽力。双葉会のシンボルである双葉葵は植物に精通している長井の提案が生きている。当時の日本では、 薬学はあくまで医学の一分野であるという認識だった。しかし、明治薬学専門学校、現明治薬科大学校長の尾田茂信が医薬分業を主張し、ドイツ帰りの長井もこれに同調し、一部の反発を買うほど苦言と提言を強く主張した。1923年、大正12年の関東大震災では、明治薬船が消失してしまうが、長井は田を、 財産や名誉の損失は取り返しがつくが、勇気を失ったら万事休すというドイツのことわざで励ました。テレーゼの自発的な行動がもとで、長い夫妻は明治薬船再建のための資金調達に飛び回ったが、これは当時としては画期的なことであった。富山薬学専門学校、現都山大学薬学部の管理図科に尽力した。これは、 副次的に、熊本薬学専門学校、現熊本大学薬学部の管理図下にもつながった。長井の故郷である徳島にも、長井の震源で1922年、大正11年、徳島高等工業学校応用科学科に、製薬科学部が創設された。これは、現在の徳島大学薬学部、大学院薬科学教育部で、ここには、長井記念ホールがある。 1929年、昭和4年、官房に起因する、急性肺炎で聖居。墓は、富士霊園にある。テレーゼ・シューマッハ、1862年1924年8月29日は、ドイツアンダーナッフ派の石材、木材を扱う旧家の出身。長井とテレーゼとのロマンスについては、参考文献、長井長吉とテレーゼに詳しい。後に、 長井と共に貴重したテレーゼは、日本女子大学と双葉学園で教弁を取り、ドイツ語を教えたという。日本女子大学の家政科では、食材の栄養化、ドイツ料理を、ドイツの風習を交えて教えるなど、長井と共に、早期の女子教育に資した。テレーゼの貴重面差は、このような場面で、効果的に発揮された。1922年、大正11年に、 日本を訪れたアルベルト・アインシュタインとエルザ夫人のドイツ語通訳も務めている。テレーゼは、その2年後、1924年8月29日に、長野県軽井沢町の別荘で、探石症により生した。長吉との間に3人の子供を授かった。長男、アーレキサンダー、長女、エルザ、次男、ビリ、ビリー。家庭内ではドイツ語を使うように子供たちにも、 徹底していた。長男のアーレキサンダーは、東京帝国大学を卒業後外交官となり、かつ回収の孫、三女いつこの子、竹え1891から1973を妻とした。中毒日本大使館付商務官となり、第二次世界大戦のベルリン陥落後に、アメリカ軍によりワシントン DC に連行され、終戦後は弁護士として、活動、晩年は、 父の生まれ故郷である徳島で暮らした。六カ国語に精通し、絵画や音楽を愛し、学生時代には一高の寮歌を手掛けたほか、ベルリン時代には日本人演奏家を支援したり、竹久夢寺や東山会議などを招いて、自邸で日本画講習会を開くなど日独流に努めた。ドイツの石材を使った晩年の住まいは、八坂神社。 徳島市美山町大滝山の所有となり、現在、花見山心の手紙館として使われている。長女エルザは、アメリカ人のディック・バンネルと1916年に結婚した。バンネルは、アメリカが集国シークレットサービスの元情報部員を経て、1913年から14年の大リーグ世界ツアーの主催者の一人となり、1913年12月に、 ツアーの一環として日本を訪れたことがあった。結婚後バンネルはサンフランシスコのギルスピーカンパニー社に勤め、長井の持つ特許のいくつかを譲り受けた。1921年にバンネルが亡くなり、エルザは東京でアメリカのゴールドン、バンチネの通販会社などの輸入代理業を営んだ。次男のイリ、ウィリー長井は一校から東京帝国大学科学科に進み、 科学者となった。音楽好きで東京大学管弦楽団の指揮者であり、声楽もした。文部省科学館から科学科課長、文部省大学学術局学術課長、ユネスコ日本委員会調査課長などを務めた。長井は日本薬学会に旧長井帝の敷地や軽井沢の土地を寄贈するなど貢献。日本薬学会の事務所は1972年、春工。 1989年解体の日本薬学会長井記念館。1991年春工の日本薬学会長井記念館新館に入っている。新館の建設に対し、長吉の孫の長井貞吉が寄付をしている。1階には、共像と由来書がある。長井記念館新館地下2階のレストランの名は、テレーゼである。長井長吉、長井アレキサンダー。 長井貞義の父祖三代にわたり、ドイツ功労大十字勲章を受ける。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。